校でやっちゃいけないことをやるって最高。カッカッカ、問題児だらけの無法地帯、鬼ヤバですね。ブラックチャンネル。サトシ君、元気がありませんね。さっき廊下を走って怒られたんだ。別にそれくらい良くない？やっちゃダメって言われるとやってみたくなるじゃん。カカカ、その気持ちよくわかりますよ。ジジイ、そうです、いいことを思いつきました。俺ちゃんと契約して、普段は禁止されていることを思う存分やってみるというのはどうですか？何それ、面白そう。名付けてやってはいけないこと選手権。明日には全て元通りになりますので、学校でしてはいけないことをする大チャンスです。本当に？前からやってみたかったあんなことやこんなことが。もちろん契約するよ。ディール。自由の楽園。火災報知器のボタン、これ押してみたかったんだ。うわうるさすぎ。じい。火災報知器のボタンを押してみるのは、誰もが簡単に思いつく学校でやってはいけないことですね。セトシ君に5ポイントです。5ポイント？火災報知器を鳴らしたのはサトシか。どこが火事なんだ？うわぁ先生、火事じゃないです。一度押してみたくて、つい。そうか、なら仕方ないな。怒らないの？本物の火事が起こった時に紛らわしくない？はっはっは、学校で火事なんか起こるわけないだろ。そんなことより授業が始まるぞ。サトシも早く教室に戻りなさい。しちゃいけないことをしても怒られない、この世界って最高。職員室でサバイバルゲームしようぜ。俺、校長の頭に落書きしてみたかったんだ。誰だよ、学校にペット連れてきたやつ。どうせ明日には元通り。それから俺は昼休みまでにいつもより騒がしい学校でやっちゃいけないことを楽しんだ。保健室のベッドでお菓子を食べながら大画面で YouTube、 最高。カカカ、やってはいけないことを満喫しているようで何よりです。ではここでサトシ君がやったことを振り返って採点してみましょう。ジジイ、火災報知器の朝だよね。3階からの滑り台は楽しかったな。避難用の脱出シューターですね。動画で見てからやってみたかったんだ。片付ける先生は大変そうでした。3ポイントです。ジジイ、先生といえば黒板消しを落とすいたずらも面白かったな。よくあるいたずらですが、先生を相手にしたのはお見事でした。7ポイントです。え、火災報知器よりポイント高くない？迷惑度の他に危険度も採点基準です。チョークの粉は吸い込みすぎると肺炎になる可能性もあるんですよ。めちゃくちゃ危ないじゃん。だからこそしてはいけないことなんです。じじ、そして授業のサボりと動画鑑賞、ここまででサトシ君の合計は25ポイントとなりました。残念ながら最下位なので、ここから頑張りましょう。ちょっと待って、参加は俺だけじゃないの？っていうかポイントって何？最下位だとどうなるの？おや、サトシ君はこれが選手権だとお忘れですか？明日には元通りですが、最下位の方には全ての罪を背負ってもらうことになっています。聞いてないよ。もしかして学校が騒がしかったのってみんな参加してたから？契約書に書いてありましたが。読んでなかった。じぃ、全校生徒分もなんて絶対無理。もっとポイント稼がなくちゃ。無法地帯。みんなどんどんエスカレートしてる。タイムリミットは放課後までです。最下位のサトシ君はもっと焦らないと間に合いませんよ。そう言われても何も思いつかないよ。学校にお寿司がある？朝に俺が頼んでおいたのさ。最下位はサトシで決まりだな。お金で解決するなんてずるい。俺もお寿司食べたい。サトシ君、本音が漏れてますよ。ジジ、どうしたの？うわー、姫ちゃんが別人になってる。髪を染めるのもピアスも禁止でしょ。だから思い切って挑戦してみたの。先発にピアスは1ポイントです。スネア？
お腹が痛い。寿司が腐ってたみたいだ。生物を教室に置いてたらそうなるだろう。危険度を考慮すると、つねやくんは10ポイント獲得です。大地くんといい勝負ですね。大地？準備運動をせずプールに入って足をつったそうです。危ないことは高ポイント稼げますよ。怖いから絶対に無理。では、迷惑度の高い行為で一発逆転を狙いましょう。迷惑。あ、そうだ！いいこと思いついた。結果発表。やっちゃいけないこと選手権もいよいよ終了です。果たしてサトシくんは最後に何をしたんでしょう。明日のテスト用紙を職員室から盗んできたんだ。迷惑なテストもなくなるし、一石二鳥だよね。鬼ヤバですね。ではそれを踏まえて結果発表を。おや、また鳴りましたね。どうせ誰かのいたずらでしょ。今度は本物の火事だ。まさか誰かが選手権のために。いや、先生が虫眼鏡でお湯を沸かそうとして失敗してな。先生が原因かよ。校庭にいれば大丈夫そうですね。火災報知器をいたずらで鳴らしちゃいけない理由がよくわかったよ。サトシくんが一つ賢くなったところで、改めて結果発表に移りましょう。ギリー！やってはいけないこと選手権、今回の結果は偶然にも全員が同点でした。え？その場合どうなるの？皆さんが1位となるので、最下位は該当者なし。明日には全て元通りです。よかった。もう選手権はやらなくていいや。ん？それは明日のテスト用紙じゃないか。げっ、さすがに怒られる。サトシが持ち出してくれたんだな。燃えなかったおかげでテストが中止にならずに済んだぞ。ありがとう、サトシ。そんな。かっかっか。これが学校でやってはいけないことをやった小学生の末路。 This is エンターテインメント。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。